皆さん、こんにちは。歌手、タレント、ラジオパーソナリティなどとして活躍した屋敷隆仁さん。2014年に亡くなった際は芸能界に大きな喪失感をもたらしました。しかし死因については謎が多いようで、屋敷隆仁さんにはあるまじき噂が流れていました。また屋敷隆仁さんはかなり活躍されていた印象がありますが、遺産はどのくらいあり、誰に相続されたのでしょうか。今回は屋敷隆仁さんの本当の死因や遺産の相続問題についてご紹介していきます。まずは屋敷隆仁さんのプロフィールからご紹介します。名前、屋敷隆仁。本名、屋敷隆仁。生年月日、1949年10月5日。死没、2014年1月3日。出身地、大阪市西成区。最終学歴、龍谷大学経済学部中退。生前は伏せられていましたが、屋敷隆仁さんは在日実業家の息子で、ボンボンとして何一つ不自由なく育ちました。高校時代は新聞記者になることを目指した屋敷隆仁さんですが、やがて進学や進路のことで父親と対立、家を飛び出し大学に入っては中退を2回繰り返します。屋敷隆仁さんはやがて京都祇園のクラブで弾き語りをしていたことがきっかけで、1971年歌手デビューします。歌を聴かない客がいるとすぐ喧嘩する面白いやつがいるというのがそのきっかけだそうですが、やはり歌心があったのでしょう。しかし歌手としての屋敷隆仁さんは10年以上鳴かず飛ばずでした。結局その達者な喋りが受けてタレント活動を始めています。当時から晩年の屋敷隆仁さんのようにこわもてだったわけではなく、リポーターなどの仕事を器用にこなし東京にも進出します。しかし屋敷隆仁さんの心には芸能界に対する恨みつらみが積み重なっていたようで、それを証明するかのような大阪の北新地や南、京都は祇園、果ては日本全国の繁華街での豪快な暴れっぷり、遊びっぷりが屋敷隆仁さん伝説となっていきます。ある時、漫才のトミーズマサさんを引き連れて新地で飲んでいた時、スナックビルの上から下まで全ての店に入って飲むというような荒技もやったようです。気に入ったものは引き連れ、少しでも勘に触れば相手がたとえヤクザであっても喧嘩を吹っかける、そんな屋敷隆仁さんに大阪の夜の街はいつも温かく、屋敷隆仁さんもまた北や南の広告塔として夜の街を大いに賑わせたのです。そんな屋敷隆仁さんの死因がお餅による窒息死だったという情報がありましたのでご紹介します。屋敷隆仁さんは2014年1月3日に搬送された都内の病院で亡くなりました。ご自身は周囲に対し、正月に自分の訃報のせいでみんなを悲しませたくないという意向を示していたため、死亡直後の報道は避け、5日に密葬を行い、7日になってから最終所属事務所の PIS が正式に公表されました。死因は心不全とされています。しかしネット上には、自宅で正月を過ごしていた際に餅を喉に詰まらせ窒息死したという情報がありました。普段からウォーキングに励み、1月中旬にはハワイ旅行を計画していたという屋敷隆仁さん、まだまだ生きるつもりだったようですし、正月という時期的にも突然の窒息死説は信憑性が高そうです。ただ最後を看取ったのは結婚したばかりの32歳年下の若妻だけでした。そのため実際の死因については今でも謎のまま、別の情報には12月26日に風邪を患い肺炎を併発して亡くなったというものもあります。正月に訃報を流すなという意向を示したのがいつだったのか不明です。しかし餅を喉に詰まらせたとすれば、息を引き取るまでの間に正確な意向を伝えるのはなかなか難しそうですね。正月前から死期を悟り、あらかじめ意向を伝えていたという方が自然な流れでしょう。最後まで周囲の方々を気遣う形で
さまざまな伝言を奥様に託していた屋敷高人さん。これらは「高人胸いっぱい」という番組内で奥様が語っておられました。餅を喉に詰まらせた突発的な事故なら、そのような伝言は託せるはずもありません。だとすれば先月から体調を崩していたという説が最も信頼できるのではないでしょうか。いずれにせよ具体的な死因は関係者にしかわからないのが現状です。屋敷高人さんは2012年に食道がんになったことを公表しています。飲酒が発症リスクを高めるため、酒豪の屋敷高人さんが患ったのは不思議ではないですね。発見当初は初期だったものの、実際には進行していました。どのステージだったか公表されていませんが、手術で回復できる程度のステージ2までは進んでいたかもしれません。しかし屋敷高人さんは、好き勝手に生きてきたんだから良性なら申し訳ないと発言し、発覚当日にも焼肉を平らげています。豪快な性格を物語るエピソードですね。その後は芸能活動を休止し、入院先で抗がん剤治療と手術を受けます。しかしわずか1ヶ月で外出し、マクドナルドのフィレオフィッシュバーガーを食べるという驚異的な回復を見せました。そんな屋敷高人さんは一旦退院するも、抗がん剤の副作用により再入院。しかし再入院も2週間の予定だったのですが、1泊だけで退院しました。そして活動休止から約1年後の2013年、高人胸いっぱいで復帰しています。しかし同年5月には体調不良で再び休養に入り、それから復帰することはありませんでした。おそらく亡くなるまで食道がんの後遺症と戦っていたのでしょう。直接的な死因は心不全とはいえ、間接的には食道がんによる体力の低下が大きく影響しているかもしれません。病気になる以前は大活躍していた屋敷高人さん、おそらく多額の資産があったのではないでしょうか。ここからは屋敷高人さんの遺産の相続についてご紹介していきます。屋敷高人さんは生前3回結婚しています。1、最初の妻とは20代前半に離婚。2、2番目の妻は15歳年下の和服モデルで2006年に離婚。3、3番目の妻は亡くなる3ヶ月前に結婚。お子様は最初の奥様との間に娘さんが1人だけいました。そして屋敷高人さんは3番目の妻との婚姻中に亡くなりました。この場合、法定相続人は最初の妻の娘さんと3番目の妻となります。遺産は通常法定相続人に渡りますが、遺言書がある場合は遺言の内容が優先します。そして屋敷高人さんの遺言書には、財産10億円のうち2億円を大阪明るクラブに寄付する、3億円を大阪市に寄付する、1億円を母校の桃山学院に寄付する、4億円を A 子、3番目の妻に相続させるとありました。つまり娘さんの相続分はゼロだったわけです。しかも遺言書の作成方法は、生命の危険が迫っている描写等のための特別方式の遺言であったと言われています。遺言作成のための証拠として残されたビデオには、意識が朦朧とする高人さんの姿が。これでは娘さんもなかなか納得できないでしょう。結論として、娘さんは遺留分減災請求を起こしました。遺留分とは、遺言で排除された法定相続人にも最低限認められている遺産の権利のことです。このケースでは遺産金額の4分の1である2億5000万円が娘さんに認められます。そして相続や寄付を受けた人たちに対し、遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができるのです。報道ベースでは、大阪市と大阪明るクラブに遺留分減災請求を起こし、それぞれ寄付金からの一部返還を受けているようです。ちなみに生前の屋敷高人さんの顧問弁護士を務めていたのは、現在大阪府知事を務める吉村博文さんです。相続にあたっては遺言執行者に指名され、屋敷高人さんの意思である3番目の妻の意を受けた立場で辣腕を振るった吉村博文さん。そんな吉村博文さんは高人さんの個人事務所から実印や通帳、
帳簿類や契約書などを持ち出したことや、娘さんに対して遺留分を放棄するよう迫ったことなど、強引に動いた姿が報じられています。しかし、屋敷高人さんのマンションにあった現金1億8000万円を3番目の妻より、もともと私のものだったことにしてほしいと要請され、これを拒否。結局3番目の妻からも遺言執行人を解任されてしまいました。屋敷高人さんは生前、ただ一人の娘さんを大層可愛がっていたといいます。再婚したとはいえ、娘さんに遺産を渡さないなど、ここまで豹変するのは不自然ですよね。報道に出ていない事実が他にあるのでしょうか。相続というものは当事者にしかわからない事情があるようです。そんな娘さんは、百田直樹さんの著書純愛の出版差し止めを求め、出版元の幻冬舎を訴えていることが分かりました。同書は屋敷高人さんのメモに加え、3番目の奥様と関係者への取材をもとに構成。この物語は全て真実であるとしており、娘さんを薄情で身勝手な娘と印象付けるエピソードを示していました。これにより娘さんが週刊朝日12月19日号で事実と違うことばかりと反論。週刊誌が奥様のインタビューを掲載する中、娘さんがこう語りました。父の携帯に連絡しても返事がなく、マネージャーの K さんに連絡しても、今は誰にも会いたくないと言っていますと言われていました。だから父から連絡が来るのを待っていたんです。確かに普通の親子関係ではなかったかもしれません。でもお互いを思う気持ちは他の家と変わらなかった。口でどう言おうとも、それは私と父にしかわからない思いなんです。なのになぜ他人がとやかく言えるのでしょう。さらにこの純愛の中には、 H さんと親子の縁を切ると語られていましたが、一方で娘さんにがんを伝えようとしていた節もありました。娘さんは、もし彼女が本当に父を愛していたならば、たとえ父が何と言おうと、最後は家族と会わせようとするのではないでしょうか。そして父が亡くなった後、その家族を貶めるような本などは決して書かせないと思いますと語りました。いかがでしたか。存在自体が伝説化している高人さん、病気にもめげず最後までファンを楽しませることに徹しました。太く短く男らしく生きることを実践した生涯だったと言えますね。遺産問題ではかなり泥沼化していたようです。奥様と娘さんが仲良く過ごせることを祈りたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。